い、ワンピースが大好きな神木です。ドーン。はい、ワンピース最新話1127話の中で新しい用語とかね、もう本当に新しい章に入ったので、これまでにない新鮮な用語であったり、まあ動物であったり、まあ洋服とかね、いろんなものが描かれていて、あの島が一体何なのかというその答えはですね、まだわからないと思うんですが、あの1話の中にいろんな発見があったので、ちょっとこのあたりをですね、皆さんと一緒に考えていければなと思うんですよ。よくよく見ると、その街の端っこであったり、ビッグステイン城の旗であったり、細かい部分を見ていくと、今後に繋がってきそうな意味深なものというのが結構あるんですよね。ということで今回はそのあたりをまとめてきましたので話していきたいと思います。ぜひ皆さんも思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。それでは行きましょう。まず1つ目、ビッグステイン城のマーク。はい、ナビたちがいたあのお城ですね、ビッグステイン城と言うんですけど、おそらくね、あのお城のモデルというのは、眠れる森の美女のお城のモデルでもある、ノイシュバンシュタイン城、まあ見た目も結構そっくりなので、そこから撮ってるんじゃないかと思うんですよね。まあシュタインとこのステインが一緒というところですね。まあこのステインというのはですね、調べるとどうもドイツ語で石っぽいんですよね。ノイシュバンシュタイン城というのも、このシュタインというのは石であるそうなので、ビッグステイン城もまあ大きな石のね、お城ということなんだと思います。まあブロックですけどね、まあブロックを石と見立ててそうやってるんだと思います。で、このお城のマークですね、今回いくつか描かれて、まあ、書き起こしたのがこれなんですけど、1127話の端々にこのマークというのがあるんですよ。はい、このマーク何と繋がりますかね。もしも繋がるのであれば、ワンピースの作中ではこれが一番似てるんじゃないですかね。それがあの空島に行く前ですね、人が空想できる全ての出来事は起こりうる現実であると言ったね、あのガレオン船ですね。あのガレオン船というのはセントブリス号と言うんですけども、そのセントブリス号の帆に書いてあったマークがこちらなんですよね。割と似てますよね。丸い輪っかの外に、まあ、4つのこう矢印みたいなものがついてるというのは結構似てると思います。まあしかしね、セントブリス号というのは210年前に存在したというか、その時に雲流しにあった船ですので、まあ、なんとなくエルバフとかはね、800年前とかと繋がってくるのかなと思ってるんですけど、200年前にね、エルバフと関係があってみたいな話があっても全然いいですもんね。あのアラバスタであったり、光月家のマークであったり、あの供養門がね、大事になってくるのかなと思いきや、もう一つ、二重丸とか、四つ何かが出てるようなものが大事になってくるという側面も出てくるのかもしれません。まあね、これがね、世界政府のマークにも見えなくもないんですよね。ちょっとリンクしてるというか。なので、もともとはこういったマークが昔あったけど、1000年前、2000年前。だけど世界政府というものが立ち上がって、800年前に、まあ、塗り替えられたとね。そういった経緯もあるのかもしれません。今回出てきた巨大な猫が被っている王冠というものも、そのビッグステイン城のマークと合わせると、まあ、まさにセントブリス号のマークのようなものになりますよね。ちなみに今回のこの猫というのは、ワンピースの582話のカラーイラストで描かれたね、猫に結構似てるんですけどね。最近ね、フィガーランドガーリング星が初登場した時のサブタイトルが五老星であって、まあ、そこがね、こうわざとこう繋げてね、意識して描かれたんじゃないかと言われてるぐらいですので、最近そういうのが多いとね、考えると、この時のサブタイトルというのはルフィとエースなんですよね。まあもちろんエースがね、生き返るとかね、そういったことは非現実的なんですけど、ワノ国でちょっとね、エースがピックアップされたように、今回の話でも、まあ、ルフィのルーツであるとかね、エースとかね、そういったものが関わってきて、ルフィの出生の秘密とかも実は関わってくると、そういう話になってくるという可能性はありますよね。はい、そしてこのビッグステイン城のマークも気になるんですけど、そのお城の周りをよくよく見るとですね、これってもしかして空島に近いようなことが起きてるんじゃないかと思うんですよ。この国、資源がおそらくないんですね。どういうことかというと、世界樹はもちろんあるんですけども、植物というのはその世界樹だけなんですよね。ビッグステイン城の周りにも木というのはあるんですけど、あくまでレゴで模した木なんですよ。で、巨人族らしき人がいるところを見てみても、全部家というのはレゴでできてますし、道というのも全部レゴでできています。まあ、有機物ですかね。最新話1172話で書かれている風景とかを見る限り、植物や生物というのは、あの世界樹とお城の中の動物たちだけなんですよ。その周りに書かれているものは全てレゴなんですね。立っている家たちは全てレゴだし、木もレゴなんですね。さらには岩なんかも全部レゴでできてるんですね。おまけに最新話の1ページ目で火事が起きましたよね。そして女性の巨人族らしき人が、なんて匂いなのって言ってますよね。これって、
植物が燃えている匂いとかではないですよね。これっておそらくレゴの家が燃えているからこそ、そのプラスチックのようなものが燃えている匂いで、なんて匂いなのと言ってるはずなんですよね。もしもね、あそこというのが能力者によって作られた国であるならば、まあレゴというのはもう商品になってるので、レゴレゴの実というのはちょっとね、大人の事情で無理だと思うんですけど、プラプラの実みたいな感じですね。プラスチックでできているとか、ブロブロの実、ブロックを操れるとかね、そういった能力者がいるんじゃないですかね。そして資源がない国であるから、唯一の資源である世界中が燃えるとこの国は終わると。空島もその土というもの、まあバースですよね、バースをものすごく大事にしていたように、あの国では資源がないから植物は貴重だということで、あの世界中をすごく大切にしてると。そしてその資源がなくなると本当に終わるんだということで、あの一言が言われたのかもしれません。そしてあの火事というのも多分ルフィたちがやってますよね。焼きウサギをね食べたって言ってて、そして耳神様という巨大ウサギがね倒れた音だというのも出てきているので、今起きている全てのトラブルの発端というのはおそらくルフィ発信だと思われます。あの島にいる人たちというのは全てねルフィたちの敵サイドに回ってしまいそうな気がするんですけど、どうなんですかね。またこちらもね、読んでいけば読んでいくほどに思うんですけど、これですね、やはり幻覚ではないかというものですね。はい、以前に私動画の中で今回の最新話というのはものすごくね、キャラクターの一人一人が持っている武器が書かれていたり書かれていなかったりとか、ルフィが持っているものがね、剣から斧に変わっていたりとか、ギアサードの技なのにルフィはギアフォースと言いながら攻撃をしようとしているといったところがあってですね、これってもしかして小田先生のミスでなければわざとねそういう風に書かれたんじゃないか、やっぱり幻覚の線があるんじゃないかということを言ったんですけど、さらにですね、あのウソップが猫に殴られて城を飛び出してね、まあナミとウソップっていうのが下に落ちたシーンありましたよね。あれってものすごい高いところから落ちてるんですよ。だけどですね、落ちたナミというのはその後傷跡一つなく、そしてね、痛いとかいう言葉すらなく当たり前に下で動いてるんですよ。これまでのワンピースであれば、まあ、いわゆるナミというのはルフィとかね、ゾロとかサンジ、そういった強者とはまた別組でしたので、高いところからね落ちて無事でいる人をね見つけて驚いていた立場の人だったのに、今回に至ってはナミはものすごく高いところから落ちているのに平気な顔をしてるんですよね。まあ、もちろんウソップはね殴られていたそう、まあ、痛覚があるような感じがするので、全てが幻覚というわけではないのかもしれませんけど、このナミが無事である様子から見てもやはりどこかで幻覚の線みたいなものがありそうなんですけどね。どうなんですかね。まあ、幻覚だったらねそれこそ能力者っぽいですけどね。まあ、レゴも能力者だし、幻覚を起こしているのも能力者であると。まあ、それがね同一人物かどうかは分かりませんよね。今までもね能力者が複数いて、その島の不思議というのは形成されていたというのはね、例えばスリラーバークとかもそうですよね。ホロホロの実のペローナであったり、天才外科医のホグバックであったり、そして影影の実のモリアであったり、まあ、いろんな能力者がいて、最後はね、まあ、いろんなものが回収されていくというところだったんですけど、最初は全然ね複数絡み合ってるので全然わからないという感じじゃなかったですか。まあ、そんな感じだと今思うんですよね。いろんな能力者がいて、一つのね要素だけじゃなくて複数のね要素でその島というのは成り立ってるんだけど、今はまだ分かっていないというところだと思います。最後こちらサニー号の行方ですね。まあ、サニー号というのはエルバフの船と一緒にいたのにはぐれてあの国付近にあると思われます。ただですね、今回の話をよくよく読んでいくと、どうやらナミたちと別でルフィたちというのは行動していたようですよね。しかも同時にあの島に着いたというよりも、ルフィ、ゾロ、サンジというのはその3人で好き勝手動いていて、大きな焼きウサギを食べていたりとか、ハチノスとミツバチ軍団を倒していたりとかしたわけですね。一方ナミとウソップというのはお城の中にいたということなので、これ推測するに、まずサニー号がその国にこうおびき寄せられたとかですね、引っ張ってこられたと思うんですけど、その時にまずルフィはじめ両翼というのは島を探検しに行ったんですかね。まあ、ナミとウソップが寝てるけど寝てるから大丈夫だろうということで行ったんでしょうか。でそうこうしてるうちにナミとウソップはお城に連れて行かれたと、まあ、その可能性がありますよね。そうなるとルフィたちというのはもしかしたらサニー号がなんでそこに行ってしまったのか、エルバフの船とはぐれてしまったのかというのを全部知っている可能性ありますよね。ナミだけが実は寝ていて知らなかっただけで、他の人たちというのは知っているのかもしれません。さらにね、あのゼウスですね、ゼウスもねもしかしたら知ってるかもしれないですよね。ナミは寝てたけどゼウスはね聞き耳を立てていたりとか、まあ、見たりしていて知っていると。このあたりはすぐ描かれそうな気がしますね。なんでエルバフの船と別れてしまったのか、まあ、どういった感じでね別れたのか、引き込まれてしまったのかみたいなところは
まあ、すぐに書かれるんじゃないかと思われます。いや本当にね、謎だらけで、そしてめちゃくちゃ面白いという最新話ですよね。他にもね、実はね、あの国というのは巨人の国ではないんじゃないかという発見という動画も出しておりますので、まあ、気になる方はですね、そちらもぜひご覧ください。ということで今回は最新話にまつわる、まあ、いろんな気になる発見ですよねというものをちょっとピックアップしてみました。ぜひ皆さんが思うところがありましたらコメント欄によろしくお願いします。それではどうも最後までありがとうございました。じゃあね。